祝ありがとうございます。おはようございます。10月30日になんと NGT48 のときめしての単独コンサートと、あとゆかさんの卒業コンサートが開催されることが決まりまして、私は全然眠くないですああすごい。私は全く知らなかったんですけど私は全く知らなかったんですけど、そう、パンありがとうございます。ありがとうございます。なんか私すごい、なんか私じゃないこれありがとうございます。なんかびっくりなんかびっくり。しかありがとうございます、ね、本当に嬉しい。なんか私あれだよね、あの何生誕祭で話して何日だった、10日経ったけど、すごい10日でもなんかやっぱ嬉しい。単独コンサートだって。おはようございます。しかもときめっせ、なんか昨日から時間経ったけど、まだ多分すごい浮かれてるウキウキしてる。朝起きてすぐおはようございます、ね、なんかもうツイッターとかも実はなんかツイートじゃない、ツイッターでさトレンドに入ってて、昨日の夜から今日は新潟のトレンドだったときめす。すごい。どうしよう、嬉しい。なんか昨日ずっと想像してた。頑張れ、ありがとうございます。なんか、どんだけ広いんだろうって思ったりとか。すごい。ありがとうございます。10月30日割とすぐですよね。だって2ヶ月もない。ときめっせは新潟です。新潟の一番大きいところ。なんかもうなんかワクワクしてきた嬉しいよ嬉しいよ。だってコンサートいつぶりですか。しかも NGT のメンバーなんか選抜コンサートはあったけど、全員でのコンサートってさ、あの武道館以来じゃん。もう嬉しい。なんかもう想像しただけで泣けてきそうになる。すごい。頑張ろう。でもやっぱりゆかさんの卒業コンサートだし、
それがときめっせでできるってすごい。ゆかさんすごい、ゆかさんすごい、すごい。早く詳細私も知りたい。後日詳細って書いてあったけど、私も詳細知りたい。私も今みんなと同じ状態だから。花道とかあるのかな。すごい。ネズミありがとうございます。星にしありがとうございます。これは何、チョコ、なんかハートのありがとうございます。そう、なんかすごい、あれなのかな、あれなのかな。私だって前回じゃない、前回っていうか私が加入する前に北原里英さんの卒業コンサートでときめっせで NGT がコンサートしてたんですけど、その時は私まだ加入してなくてオーディション中だったかな、だったんですよ。でもちろん NGT がときめっせでコンサートやってたのは知ってたから、知ってて、なんかそれ見て私やっぱアイドルってこういう大きいステージで歌って踊るんだろうなって思ってて、だからなんかすごいびっくり、なんかちゃんと、なんだろう、なんか研究生とかじゃなくて本当にもう自分が正規メンバーとして NCT48 としてときめっせに立てることがすごい嬉しい今って思った、思ってます、すごい思ってる。ドラさんまで、ドラさんまでがそのときめっせの NGT まだ入ってない2期生入ってない時だったから、そう、もう嬉しい嬉しい、あー楽しみ。セトリ何かな。セトリ何かな、嬉しい嬉しい、ね、10月30日。おはようございます。あー昨日の夜こんなになると思わなかった。私できるときめっせでお家見れると思った、ね、私も嬉しい、私も嬉しい、ときめっせ、今日の配信は7時までなのであと20分です。やっぱりステージがあると、本当になんかもう嬉しいしか出てこない今なんか。だってあなたありがとうございます。ちょっとまだすごいウキウキ状態だから、ちゃんとしっかりしたこと話せてないと思うけど、また落ち着いたら。嬉しい、本当に嬉しい、なんかすごい、何なんかさ最近はさ
NGT でなんか一つのことをやるみたいなのがなかったから、すごいそういうの私何みんなでなんかそれこそコンサートだったりとかやりたいなって思ってたから、しかもそれがトキメッセのコンサートだなって想像してなかった。でも昨日の配信がその嬉しい報告でよかったってすごい思う、それも思う。何かあるのかな。でも私もわかんないけど何かあると思う絶対。ね、多分会社の人もそう考えてくださってたんだろうなこの長い期間と思います。なんか忙しくなるかな。嬉しくなるかな。嬉しい。ときめっせすごい。やったね。三期生とか組閣マジでわかんない。マジでわかんない。あ、それは私めちゃめちゃ感じてます。なんかときメッセで今回でもなんかすごい嬉しいことじゃないですか。すごい嬉しいことだけどやっぱりゆかさんの今までのその活動がなければ絶対できなかったことだと思うし、ちょっとまだいろいろ言うのちょっと早いからやめとこう。でも本当にゆかさんあってのこのコンサートだなとめちゃめちゃ思ってます。おはようございます。でもやっぱりなんだろう、ゆかさんの卒コンっていうのもあるし NCT の久しぶりの単独コンサート、しかもときメッセのってことだからやっぱりなんか、ね、もう NCT の NCT だぞっていや NCT だぞって、ちょっとNCT だなって思ってもらえるようなステージには絶対したいですね。おはようございます。だぞね。でも嬉しい、本当にありがとうございます。なんかもっと早くもっと早く教えてほしかったなとも思うけど、でも嬉しい嬉しい嬉しい。みんな知らなかったのかな。ゆかさんとかは知ってたのかな、やっぱり。キャプテンカドキャップは知ってたのかな。でも知ってそう。知ってそう。なんか私の生誕祭のスピーチ聞いて知ってたメンバーはなんか思ってたのかな。ちょっと今度聞いてみよう。知ってました？って
さんたちは知ってると思うけど、でも全然私が言ったスピーチに対して何の、なんだろう、ときめす、よかったよって言ってくれたけど ごまかされた。動いたって感じ動いたって感じ。509日おめでとう、ありがとうございます。あと91日で600日、まだコンサートのレッスンっぽいのも始まってないですよ。だって昨日の夜知ったんだもん昨日の夜知ったんだもん。おいちゃん知ってて、あのスピーチ、あたしそんな知ってて、あの何知ってる上で あんな風に喋れないと思う、絶対おはようございます、ハートありがとうございます。ありがとうございます。やったこと本当に本当に若だから何の匂わせもなかったんですって何の匂わせもなかったんですよ。だからびっくりすぎて、10月30日、もうすぐで、もうすぐ、もうすぐ、私もすぐに入れた、すぐにスケジュール入れた。別に 見に来たけどここまで私今日なんか朝配信の時って大体30分前に起きれば間に合うと思ってたんだけど、なんかそれだと寝起きすぎて頭が回ってないと思って今日5時に起きましただから1時間半だって起きてから、そうね、今日はそう、サラの生誕祭です。今日は公演です。カイリーの反応見ね、カイリー配信してたよね多分ね。ニキドラさんみんな知らなかったと思う多分。10分前に青ちゃん目覚ましに叩き起こされました。活用できて嬉しいです、お役に立ててありがとうございます。コンサート前のおしゃべりかは多分そうだと思う、10月18日だと思う、ね、バラありがとうございます。すごいドキドキしちゃう、多分私10月30日までずっとドキドキしてる気がする。楽しみ、リハも楽しみ、セトリも楽しみ、リハも楽しみ。嬉しい。でもなんか
頑張れ、ありがとうございます。コンサートおめでとう、ありがとうございます。そうですね、健康維持を第一に。なんか最近嬉しい、なんかみんなにお仕事の話いっぱいできて、あーすごい。なんか後でまたメール書こう。ありがとうございます。なんかいい、すごいなー、すごい、なんかさ、すごいですね、やっぱり。なんか自分がちゃんと見た NCT、 私が加入する前の NCT に私がいるみたいな。なんていうの、なんていうの、ありがとうございます。すごい、もう今日も学校頑張ろう。今日も学校頑張ろう。で、公演頑張ろう。さあ、今日はサラの生誕祭です。おサラの、メッセの話で嬉しい嬉しいって言ったから、もう54分だった、ね、あー10月30日皆さんちゃんと開けといてください。10月30日開けといてください。の夜ご飯を発表したいと思います。あということで発表します。昨日は親子丼だったので、今日はじゃない、今日がさつまいもなんだ、今日がさつまいもだから、明日はさつまいもか、決めました、いきます。明日の夜ご飯はじゃかじゃかじゃかじゃん、こんにゃくです。こんにゃく、こんにゃくで、私こんにゃく好き、グミみたいで、グミみたいだから好き。芋だな、芋つながり。ほんとだ、こんにゃくで
ストです。明日の配信時間は夜の20時から配信します。見に来てください。夜の20時タマコン好き。私タマコン大好き。月コンってさ、月コンってなんだっけ。月コンって目みたいなやつだっけ。てか明日は20時から配信します。ということでスクショタイム。すごい、やっぱり朝配信いつもより時間が経ったとはいえ寝起き感は否めない。ということで今日のランキングを読みたいと思います。いきます。食べます。13位ゾウさん、ありがとうございます。12位サバサンドさん、ありがとうございます。11位ジンさん、ありがとうございます。10位コルベット、5つ星のコルベットさん、ありがとうございます。9位新潟カズさん、ありがとうございます。8位キンドウさん、ありがとうございます。7位豚バラパラダイスさん、ありがとうございます。6位シロさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位星空探検人さん、ありがとうございます。3位テールさん、ありがとうございます。2位寝てないからいつもより眠いヨミさん、ありがとうございます。1位ヨクさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。あ、なんなら今日今日は公園でなので、お会いしましょう。今日は公園頑張りますということで、行ってきます。いってらっしゃい。バイバイ。ありがとうございました。またね、またね。バイバイ。ありがとうございました。いってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。